助は岩山の洞窟で玄海師範から奥義継承のための最後の試練を受けていた。その頃会場では鞍馬が対戦相手浦々島の罠にかかり厳しい窮地に追い込まれた。俺より顔が良くて背が高いやつが大嫌いでな、てめえは赤ん坊のそのまた先にまで戻してやるぜ。伝説の盗賊陽子クラマ。実況のことです。ただいまリング上は煙だらけで何が起こっているのかまるで分かりません。なんだこの容器は。まさかまたこの姿に戻れる日が来るとは思わなかったな。陽子の姿にな。まさかあんたが伝説の極悪盗賊陽子クラマ。さあお仕置きの時間だ。俺を怒らせた罪は重い。信じらんねえ。一体このどぎつい容器はどっちのものなんだ。フン、鞍馬の容器に決まっている。これが鞍馬の本来の容器だってのは。まさかこれほどの妖力だったとはな。一度手合わせ願いたいもんだぜ。魔界でも指折りの極悪盗賊として恐れられていた陽子鞍馬、深手を追って人間界に逃げ込んでから南の周一という生まれてくる子供の体と合体し一つになって暮らしてきたのさ。こいつが鞍馬だと。哀れなもんだぜ。ハンターに追われた挙句もやしみてえな人間に乗り移って生きながらいたわけか。元の姿を見せてみな。でなきゃとても信じられねえ。それはできない。乗り移るというより融合に近いらしくて、俺は鞍馬であると同時に南の周一でも。笑わせるんじゃねえ。冥界の宝を盗む大仕事だぞ。こんな野郎と組んでうまくいくと思うのか。ひえよ。能なしかどうかお前自身で試してみたらどうだ、ゴーキ。ひっ、そいつはいい考えだ。最近血を見てねえし。なあ、クラマさんよ。確かに、前ほどの容器は俺にはない。だが、代わりに守るべきものができた。その人たちのためになら、前以上に強くなれる。試してみるか。ふん、バカバカしい。ロースイープ。冗談だよ。ま、仲良くやるぜ。クラマ、今のお前はあの時よりもはるかに強い。あら、なんかこの中まで煙に包まれてくる感じですね。小閻魔様、あれ、小閻魔様、ドヒャーッ。おっと、きつり。おー、ごさんま様。小閻魔だ。で試合が見えないからその間にエンマがサンマを焼いたのだ。今度という今度はもう許さん。叩きてくれる。さてどう料理してくれよ。さあ先ほどから逆玉手箱の煙に遮断されてこちら実況席からは何も見えない両者の戦い、容器だけが激しく渦巻いている模様であります。リング上、審判のジュリさん、二人の状況を知らせてください。ジュリさん、リ
リング内の実況をお願いいたします。ですね、とっても無理です。歩きませんです。どうしたことでしょう。リング内に小さな子供が紛れ込んでいる模様です。こいつの唾液は酸性でな、お前の骨など一分としないうちに溶かしてしまうだろう。どうやら空腹で機嫌が悪いみたいだ。お前の体はこの食用植物に食わせることにするか。助けてくれ。何でもする。命だけはお願いだ。なら話せ。この煙の秘密は何だ。俺は知らねえ。本当だ。獅子若丸にもらったんだ。奴が知ってるはずだ。知っていることは全て話せ。嘘と感じれば容赦なくこいつをけしかける。何でも喋るから許してくれ。俺は浦島でも何でもねえ。優勝すれば欲しいものが手に入るっていう奴らの話に乗っただけだ。いや、俺だけじゃねえ。マキ太郎も、クロモ太郎も、全ては。幻魔銃か。それにしてもこの結界を軽々と破るとは。煙が消えていくぞ。ですね、小閻魔様。うるさい。なんだ、信じらんねえ。あれがクラマの本来の姿なのか。よく、クラマ。煙の効果が消えていく。時間がまた元に戻っていく。役立たずの上に裏切りか。まあ、幻魔獣程度があの容器を見せられては致し方あるまい。さあ、試合を続けようか。早く行きましょう。試合が始まってるよ。もう負けちゃってるとか。カズマさん。ケイコちゃん、どうしたんだい。ずいぶん苦しそうじゃないか。ねえ、ボタンさん。プってユウスケの心の分身なんでしょ。もしかしたら今頃ユウスケも。
試練を乗り越えるかくたばるか、いずれにしても時期答えが出る。さあ、さいの目は裏おとぎチーム獅子若丸選手、裏飯チーム自由と出ました。やっと俺の出番か。さあ誰だ、最初に死ぬのは。大会も準決勝に突入し、それぞれにファンがついている模様です。うるせえ疲れ女どもが。戦いの場をなんと心得てやるんだ。まったく、おいそこの失敗面。え、俺のことか。そうだ、お前のことだ。そろそろどうだ、突っ立ってるだけじゃ暇だろ。けし、誰が失敗面だ。こら、うまい敵ながら的確な表現だ。やるのは俺だ。あいつらの中じゃ一番歯応えがありそうだ。いや、俺が行く。お前は決勝で容器をベストに戻すことを考えろ。俺に勝つ気でいるとは愚か。クラマ、奴と戦ってさっきの煙の秘密を聞き出したいんだ。だが邪念に足元を救われることもある。俺に任せろ。待て待て、あーまで言われちゃ黙ってられん。あいつは俺がじきじきに追い立たむ。待て、俺がやる。いや、俺だ。俺様だっつ。ここは平和的にじゃんけんで決めましょうか。よっしゃ、ここは平和的にじゃんけんで決めっとすっか。じゃんけん、なんだそれは。なんだヒエ、じゃんけんも知らねえってか。貴様、だからなんだそれは。人間界の遊びですよ。これがグーで、これがパー、これがチョキ。ふん、くだらん。できるのか。当たり前だ。おーし、初心者はグーしか出しちゃいけねえんだぞ。そうか。桑原君、嘘を教えないように。じゃんけんポン。よっしゃ、俺の勝ちだ。待て、貴様、今のは遅出しだぞ。てめえ、初心者のくせになんでそんな専門用語。ジャガンの力をなめるなよ。ポン。なんと裏飯チーム、誰が出場するかじゃんけんで決めている模様です。これは何かの作戦なのでしょうか。よし、俺の勝ちだ。ちさあ、裏飯チーム、数十回の合コンの結果、桑原選手の出場に決まりました。一方、獅子若丸選手も戦闘準備完了。じゃんけんの強さは折り紙付きよ。行くぞ、宝塚野郎。待ちくたびれたぞ。勝手に吠えたな。こっちは寮より質でいい。ユキラさんがこの会場のどこかで見守っていてくれる限り、俺は勝つ。あ、どうしたんだユキナちゃん。くしゃ、くしゃみ。氷目でもくしゃみをするにゃ。さあ急ぎましょう、会場はもうすぐよ。恵子ちゃん、ユースケ君なら大丈夫よ。あの子は強い子だもの。何があっても心配ないわ。
それに恵子ちゃんがこんなに思ってるんですもの。ね。全身引き裂かれるみてえだ。もう動けない。負けたら承知しないからね。バッ。悪い、俺ダメかもしんねえ。寝たらもう目覚めねえだろうな。はあ、最後に一口でいい水飲みて。ぶりみてえだぜ。水どうして、誰も、プープープー、俺のために水を。霊界獣はお前の心を栄養にして生きるお前の分身だ。お前が精神的に弱くなれば、霊界獣はその影響で死んでしまうことだってあるのだ。気をつけろよ。どっちが分身か分かりゃしねえぜ。根性なしが本体じゃ。こいつを手当てしてやってくれ。霊光玉を自分のものにしたようだね。今はぐっすり眠りな。お前の本当の戦いは目覚めてからだ。風の力を借りて、ユウスケは死の淵より這い上がり、
ついに霊光玉を手に入れた。だが次に目覚めた時にはさらなる試練が待ち受けている。頑張れユウスケ。